みなさんこんにちは任天堂の開発の責任者をしております高橋ですいつも任天堂のゲームをプレイしていただき誠にありがとうございます今日はメトロイドプライムシリーズ最新作であるメトロイドプライム4についてお伝えしたいことがあります私たちはメトロイドプライムシリーズファンの皆様が 本作に寄せられている高い期待をよく理解しています特に一昨年の E3 で初めて本作の発表をさせていただいたときにファンの皆様から寄せられた情熱あふれふる言葉から実感しております発表以降皆様に何ら続報をお伝えできておりませんでしたがその後も開発を継続した結果大変心苦しいのですが私たちがメトロイドプライムシリーズの続編となる このタイトルに求める品質には届いていないという現状をお伝えせざるを得なくなりました任天堂は常にゲームの品質を追求していますし開発段階ではそのレベルを満たすものかどうかを日々問いかけ向き合っています私たちが納得できる品質でないならそれは自信を持ってお届けできませんしファンの皆様の期待にお答えすることもできませんこのような観点から 本作の開発の現状はまごとに厳しいものであると判断しこの度開発チームとして難しい決断をしなければならなくなりましたそれは本作の開発体制自体を見直し変更することです具体的には我々はプロデューサーの田辺とともにオリジナルのメトロイドプライムシリーズの開発を担当したアメリカのレトロスタジオと互いに信頼し合い協力して開発を 一から再スタートさせることにしました。そうすることでこのゲームをファンの皆様の期待に応えられるものにできると信じています。私たちはこの決断を軽々しく行ったわけではありません。開発を最初からやり直すことに近いことになりますので、当初の社内計画よりも完成が遅れてしまいます。これがメトロイドプライム4の発売を待ち望んでいただいている。 数多くのファンの皆様を失望させてしまう決断であることは、しっかりと認識しております。皆様には、発売が遅れてしまいますことを心よりお詫び申し上げます。私たちがこのゲームの進捗状況を次にご報告できるのは、まだまだ先のこととなり、開発には長い時間が必要になってしまいますが、完成した暁には、これまでのメトロイドプライムシリーズと 肩を並べられるように開発してまいりますので任天堂とレトロススタジオを代表して本件につきましてどうかご理解いただけますよう心からお願い申し上げますありがとうございました